じゃあオカリン、なぜなぜだ。ある、実体はある。幽霊ではないのか。己は警察に突き出されたいか。俺は真実を知りたいだけだ。刺されたのは確か。何が真実よ。バカなの、死ぬの。ルイスちゃんの名台詞来た。これ俺は確かに見たのだ。お前が刺されているの。3時間ほど前、ラジカンの中町博士記者会見の時だ。オカリン、妄想はチラウラだけにしとけって。中町博士の会見は中止になったっしょ。しかしマキセさん、そろそろお時間です。あ、はい。待て、逃げるのか。あなたは。あなたではない、包員今日まだ。このような公演はなかなか経験がないため、不慣れな点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。講師、マキセ・クリスだったんだ。やはり幽霊ではないのか。まだ言っとるん。今回、タイムマシンをテーマに話してほしいと言われました。サイエンシーに載せていただいた論文のテーマとは異なりますが、頑張って話してみようと思います。タイムマシン。私の結論から言ってしまうと、タイムマシンなんていうのはバカらしい代物だということです。なぜそう結論付けられるか、これから考察しながら。異議あり。タイムマシンが作れない。決めつけは早計だ。おかれ、無茶しやがって。あなたは。早計というより理論上否定されるべきものではないかというのが私の見解なのですが。なんだと。ではディスカッション形式にしましょうか。その方が頭の固いお方にもご理解いただけそうですしね。え、法王院京馬さん。ああ、マキセ・クリス。以上において宇宙紐理論におけるタイムトラベルは現実的ではありませんが、挑戦してみます、法王院さん。そうですね、じゃあエキゾチック物質見つけてくださいよ、法王院さん。以上で私の話は終わりですが、それでも反論があるなら聞きますよ、法王院さん。だーもちょっと天才だからといい気になるよって。待てよ、あの小娘、おそらくは機関のエージェント。この抗議そのものが周到に仕組まれた俺への精神攻撃だと。その手には乗らぬわ。
合言葉を忘れているぞ、ルーカー公用。エルプサイコ、コンガリー。コングルーだ。すみません。それで、荷物というのは？ここだよ。ごめんね。マユシ一人では持てそうになかったのです。父がもらってきて、うちでは食べきれないので。そうか。ラボへの食料提供、感謝する。ラボ面の士気も上がることだろう。よかったです。喜んでもらえて。いや、その…ルカ君、毎日素振り続けてるんだよね。はい。キョウマさんとの約束なので。うむ。妖刀サミダレは、ルカ子がふさわしい使い手と感知したときに、真の力を発揮する。忘れるなよ。はい。そんな剣が武器屋本舗で980円なんて、お買い得だったね。では鍛錬の成果を見せてもらおう。お払いはできるか？一応でもちゃんとしたお払いならお父さんの方が。わが右腕に取り付いた苦慮が。早くお払いを。あの力が全身を動かす前に。この前と手が逆だよ。今日は悪霊がこっちに取り付いたのだ。漆原ルカ、声も仕草も女にしか見えない。いや、女より女らしい美少女だが男だ。眉より背は高いが体つきはとても細い。だが男だ。巫女服が似合っている。だが男だ。もう夕暮れだというのに暑いな。セミが鳴いている。だが男だ。バイバーイ。ルカ君、お祓いできるなんてすごいね。神社の息子だからな。バサーバサーで。あ、ごめん。おお。通行止めか。ここ通るとラジカンの裏だからね。ラジカン。それもこっちによこせ。え？バイトの時間だろ。ほれ。ありがとう。今日はシフト遅いから、終わったらそのまま帰っちゃうと思う。マユリ。ん？お前、本当に悲鳴は聞いていないんだな。悲鳴？いつ？今日、ラジカンでだ。聞いてないかな。そうか。わかった。だったらいい。変なオカリ。やはり、誰一人として覚えてはいない。マユリも、ダルも、マキセ・クリスも。今日は早いのだな、ミスター・ブラウン。だから、その呼び方やめろっつってんだろ。今日はバイトの面接があってな。バイト？この新規臭くて客もおらず、むさいおっさんが店長のこの店に。おめえな。おはぁ。は？あれ、流行りの挨拶って聞いたんだけど。まさかバイトというのは？悪いか。名前は？浜根鈴葉。年は？18。志望動機は？ブラウン管が好きだから。採用。待て、これはコントか？仕込みか？そういう君は？大壁ってんだ。この上に曲がりしてるバカだよ。大壁ではない。フォーリッセ。家賃倍にすんだ。岡部凛太郎だ。よろしく。ねえ、その袋は何？あ、ラボに提供されたインテリジェンスコーンだ。欲しくばそれ相応の対価を。コーンって小さいつぶつぶの？元はこんななんだ。知らんのか？見ても。おっと、多くの人が俺と知り合ったことで機関に狙われた。
サラ、クラウディア、シモーヌ。そうなんだ。よかったら相談に乗るよ。本気にすんな。こいつの創作だよ。お？せいぜいそう思い込むがいい。いずれこの世界は俺にひざまずくことになる。へえ、ああいうのが流行って、あ、12時頃落下。マユリたちの言うことに間違いない。会見を中止。マキセ・クリス事件。俺が見たものは幻だったのか。ジョン・タイタン？タイムマシンはセルンによって独占されています。一般人も企業も手に入れることはできません。彼らは自身の利益のためだけに用いて世界にディストピアをもたらしました。私は未来を変えるためにやってきました。セルンによって作られたディストピアを破壊し再び自由を手にするためです。つまりセルンイコール独裁者って言いたいのか。いわゆる祖父のパラドックスですね。それは存在しません。過去の自分に会うことも可能です。その場合世界線が移動します。まず時間は過去から未来へと流れる一本の線ではありません。世界線という無数に平行に流れる川のようなもので形成されています。例えばあなたが今日通り魔に殺されるとします。それを未来から来た私が防いだとすれば、あなたが殺された世界と生き延びた世界の2つに世界は分岐するというわけです。今度のタイターは日本人か。2000年頃アメリカのネット上に現れた自称タイムトラベラー。2036年から未来の世界を救うためにタイムトラベルしてきたという。当時はネットで大騒ぎになり関連書もいくつか出た。しかし今ジョン・タイターを語るバカがいるとはな。このリンクでも見てタイターのことぐらい調べてこい。誰のやつタイターのリンクを消したな。12件。バカな、10年経ったとはいえあれだけ騒ぎになったんだぞ。そんなことない、ない。なぜだ。関連書はここに集めていたはず。くそ。もしもし、ダル。何？今フェリスタンと。本はどうした？え、本って？ジョン・タイターに関する本だ。本棚にまとめて置いてあっただろう。どこにある？ちょ、オカリン。なんだ？ジョン・タイターって誰ぞ？ほぼ徹夜で俺はジョン・タイターについて調べた。ネットの検索を駆使しあらゆる情報を集めた。しかしタイターに答えてほしい。10年前、つまり2000年のことだ。面白いことを言う人ですね。しかし残念ながら2000年には行ったことはありません。またその予定もありません。おい待て。ウェイウェイウェイ、そこのお前、いやあなた、待て。あ、待ってください。今俺を取ったな。すぐ削除した方が身のためだ。うん、謝る。不快な思いをさせたのなら。何を取っていたのだ。証明。ま、自分が
今日どこを歩いて何を見たか聞きたいことがある。え、これずいぶん古いパソコンだな。知ってる？あ、いや、詳しい人は？あるいは誰なら。その人誰？貴様には関係ない。写真は削除するように。教えて、メアド。その人の。断る。貴様、脅そうというのか？教えてくれたら消す。いいだろう。ただし仲間を売るわけにはいかん。教えるのは俺のメアドだ。名前は？鳳凰隠居魔と書いてあるだろう。風。え、カラメールを送れ。こっちから送り返す。お帰りなさいませ、ご主人様。ああ、オカリンだ。お帰りなさいませ、オカリン。よ、マユリ。バイト中はマユシーニャンニャンだよ。そういえばオカリンとお帰りは似てるね。ああ、誰は？あ、奥にいるよ。今日な、待ちかねていたにゃんぞ。3日に一度は顔を出す約束どうなったにゃん。すまない、期間の妨害がひどく。にゃにゃ、そこまで期間は迫ってるにゃん。では今日も期間打倒のための極秘会議にゃん。そうだ、いつものステルスフィールドを頼む。勝手にゃ。そんでフェイリスも混ぜてほしいにゃ。よせ、お前が太刀打ちできるほど期間は甘くない。ふん、このフェイリスには禁断の非容疑があるにゃ。何、まさか得得したというのか？そのまさかにゃ。ギアナコーチで修行に耐え抜き、師匠の死も乗り越えて、フェイリスはついにか手に入れたのにゃ。許さない、絶対にだ。あ、それでメールした件だが。勝ち組に話したら負けだと思ってる。はあ、安心しろ。嘘で塗り固めた女に興味はない。今日のお前が言うなすればここですか？黙れ浮気野郎が。二次元の嫁が泣いてるぞ。フェリスタンは別、三次元でも二次元魂を宿してる。おう、それより見てもらいたいこの写真なんだが。おう、これ IBN5100 っしょ。 IBN？ 幻のレトロ PC。 1ヶ月くらい前だったかな、秋葉原のどこかに眠っているという噂が流れたから、それ聞きつけてきたんじゃに。それで結局見つからないまま、疾風陣雷のナイトハルトまで出張ってきたけど、出てこないってことは元からなかったんじゃねえかってことで、ファイナルアンサー。そんなに貴重なものなのか？発売は今から30年以上前。当時は値段高すぎてパソコンなんて誰も買えない時代。レア度激高ってパターン。ふむ。あ、さっきの女か。早速メールしました、桐生萌香です。20歳、フリーター。嫌だって言ってもしちゃいま。これがさっきの女と同一人物だというのか？どうしたん？お前を売らなかったことに感謝するんだな。貴重な PC だ、秋葉にはない可能性が高い。エル、プサイ、コングルー。ご主人様、お待たせにゃんにゃん。うひょー、世界がやばい、来た。いただきます。落ち着けて。うまい、うまい、マジうまい。これニャニャ、大学の研究室で分析を行った結果、ゲルマナは分子レベルでズタズタだということが判明した。バナナではない何かになってたと。それやばくね？何が起きてんだろう。現状考えられるのは、電話レンジカッコ仮の電磁波の影響だな。ソースはマッドサイエンティストの勘だ。根拠なしっと。おっしゃ、接続終わった。よし、ではこれを使おう。これマユシのじゃ。安心しろ、マユリから提供された研究費で俺が買ったものだ。
いやだからそれを眉しのって言うね。さあ二言放り込んで変化を確かめるのだ。一本でいいだろ上皇。それで電話レンジカッコ仮の真の力を確かめられるのか。そのカッコ仮ってめんどいからいい加減取るべき。実験に金をケチるようでは世界の支配構造を変えることはできんぞ。変えたいのはオカリンだけだって。そうなのか。そりゃそうっしょ。はい終了。お、どうした。消えてるバナナが。バカだ。俺だ。緊急要請666号、クーリングオフを発動させろ。政府の承認、そんなことを言ってる場合では。ジェンオーツ、うるさい。どこに隠した。隠したのはオカリンだろう。そうか、わかったぞ。これはもしやテレポート可能な電子レンジ。なんだって。ってそんな無茶な。ではどう説明する。房からちぎりレンジに入れたはずのバナナを。消えるバナ。でもさ、房に完全に繋がってね。確かにさっき一本ちぎったよな。多分これはやはりテレポート。そういうことになるん。興味深い実験してるんですね。岡部凛太郎、いえ鳳凰院京馬さんでしたっけ。マキセ、クリス。